アンコールありがとうございます。ああ、よかった、アンコールがあって、かっくん。はい。アンコールがもしいただいたうら、ん。このアンコール会をそうね。やろうってはい。言ってたんですけど、はい。意外とかからず。みんないつものお約束ですからね。ね、いつもも、私がアンコールを含めて最後の曲ですとかって、催促をしてのアンコールじゃないですか。だから皆さん、YouTube でライブをやったのにアンコールをしなきゃいけないっていうことに慣れてなくて、そうね。私がちょこっとコメントで書いただけだったので、それに気づかず、あ、アンコールかかんない、どうしようと思って、この回封印かなって思ってたんですよね。で、アンコールを、ね、かけていただいて、ツイッターの方で、某ゆきこさんと、ね、朝日屋さんとね、ありがとうございありがとうございます。ます。本当に。と言いますか、かっくん、すごい皆さんご出演いただいた方々の個性が素晴らしそうく、ですね。もう、なんだろう、お一人お一人が、こんなにも素晴らしいアーティストさん。そうですね。中には曲じゃない方もいらっしゃったりとか。ちょいちょんっいんて。な方もね、いらっしゃったりとかね、本当にね、嬉しかったですよ。それで、ご視聴いただいた皆さんも、YouTube の中にコメントをすごい丁寧に書き込んでくださったりとか、会った時にすごい良かったよって言ってくださったりとか、なんかもう本当にね、やってよかったなと思っていそうまですす。ね。で、アンコール会なんですけど、特に何の曲を用意していたわけでもなく、そうね。っていうところを、最終回の第5回の時に、タンクポップとして、わっこが作詞をね、Facebook の公開業務依頼っていうことで、いきなりね、また歌詞をアップさせていただいて、今の時期のことを歌った、コロナウイルスの時期のね、気持ちを、綴った歌詞に、いつものごとく、曲をつけなさいと。つけてよと。そのまんまになっていて、なんとなくわっこが曲をつけたものを発表したっていうところになってたと思うんだけど。そうね、あの時まだ俺の方まとまってなかったんで。それに曲を、かっくんの曲をつけてくれた。つけました。じゃあ、まさしく、わっこ作詞、かっくん作曲、編曲、かっくんという状態にそうですなっね。たものをスタジオで撮ってきてくれたと。撮りましたね。ありがとうございます。いつもすいませんね。編集とかもね、もう、わっこライブってね、言いつつも、すごいかっくんが支えていただいてるのは、もう重々承知なことなんですよ。ね、よろしくお願いします。今よろ後しくも、お願いします。今後今と後ももわっね。こライブとして、これに関してはやるので。じゃあ、それ今度、だから、どっかで、このかっくんが発表してくれる歌をやるときは、タンクポップとして、私のコーラスが入るかもしれないそうでし、すね。ちょっとまだ2人用にね、まだアレンジが変わったり、面なん白かいい。ろいろ変わると思うんですけども。音楽のその自由さをね、面白がっているね。そうね。だから皆さんもさ、皆さんもさって日本語変か。皆さんもですね、音楽とか表現の自由さをわっこライブで楽しんでもらいたいんだよね。そうね。すでに楽しんでるか。だからいろいろなんかさ、一曲限定にして、なんかみんなそれぞれアレンジして、どんな仕上がりになるかなとかやってみても面白いかもね。もう全員、越谷で、のネギとかね。そ草加でやってんのに。う。そういうのも。そうよ。だから全員タンクポップの曲をカバーしてくださいっていうお題を出して。だって、越谷のネギをタンクポップが日本武道館叶えた時には、ウクレレ弾きますからって言ってくださってる某そう M ですさんっていうね。方もいらっしゃるしね。ちょっとお名前はあげませんけど。っていう方ですとか、これもまだ伏せときますけれども、今回はちょっと動画お送りしてないけど、
まあ、会場の時かこういう動画の企画があったら、ね、参加してもいいわよって言ってくれている、はいはい、うん、すごいセクシーなお姉様とか、ね、はい、ね、言いませんけど、ね、はい、だからすごい楽しみ、なんかタンクポップのライブは、ね、まあ、今後もやっていきたいけど、はい、その生む楽しさ、うん、あの皆さんで楽しむ楽しさを、はい、ワッコライブではやっていきたいなと思ってます、うん、そうですね、はいはい、じゃあそろそろ聞いていただきましょうか。じゃあカックのパフォーマンスになります。Bye.
と笑顔は伝わる。全ての皆さんの演目というかね、発表が終わったわけなんですけど、皆さん改めて本当にありがとうございましたと思いましたらですね、アンコール会じゃないですか、かっくん。はい。あの、ある方からまた画像が最後届きまして、うん、はい。ある方というと、世界のニコリンさん。世界のニコリンさん。もう世界のだと思います、うんうん、ね。あのこのね配信とか動画の時代にですよ、うん、私にあのパラパラ漫画を勧めてきた方ですそういったね、うん、あの方なんですけど、大和なでしこの方でね、はいはい、ニコリンさんからね、あのこちらの画像をね、うん、あのまあ、皆さんご覧ください、はい、こういったね画像なんですけどこれはですね、これあニコリンさんからメッセージもいただいてるな。お気に入りのテラスだぞ、うん、テラスということですね。これ川なんだろうか、これ川沿いをね、テラスだぞと、うんうんうん、気晴らしのウォーキングコースにて土手にこんな可愛らしいの見っけっていうことで、あ、土手なんだね。うん、かっくんも今回土手で撮影してくれたけどね。そうですね、はい、ニコリンもそのタンクポップのアルバム名にかけてくださってるのかどうかは分かりませんが、うん、ニコリンちゃんのウォーキングコースで、はい、かわいらしい場所だ。こうお家がちっちゃいのがあって、そうですね、風のテラス、うんうん、ニコリンさんありがとうございます。ありがとうございます、ね、うちのおかんも今日さ、うん、ニコリンに会いたいって言ってた。あ、言ってましたね。結構な人たちが、うん、ニコリンに会いたいって言ってるよ、うん、ニコリン。ね。ね、はい。タンクポップに会いたいんじゃないのみたいな。ね、でも、ね、タンクポップつながりの方ってそれぞれがスターだからね。そうですね。はい。うん、いや、どうもありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。第31回目のティールーム純ワッコライブは、なんと動画の配信版ということになりました。ね、三つ子さんありがとうございました。こちらこそ楽しかったです、ね、まさかのこういった形に、ね、初めてですもん ね、誰も予想できないですけど ね、こういった形になっても、うん、本当歌声聞かせていただいてありがとうございました。ご出演の皆さんも本当ありがとうございました。かっくん、はい、ね、まあ、いいじゃないですか、こういう形も。そうですね、こういう形もね、うん、なかなか面白いのかな、うん、ね、これかっくんもね、はい、あの発表していただいた曲すごい良かったですよ。あ、そうですか。すごい良かったですよ、はい、ね、かっこ、この時点では収録前の何か歌ってねというね、最速でもありますけど、いや最高な曲です。もう流れ終わった後だと思いますけど、はい、マスター、はい、ありがとうございました。いえ、まあね、しょうがないね。本当だったらね、ティールーム順ここでもってみんなの前でやりたいんだけど、それができないからね。まあ、一日も早くそういう日が来ることを願ってますよ。そうですね、再び来ることを願ってます。願ってます。ちなみにここティールームジュンさんは創業40年半
40年半。そう、40年半です。すごい、もう目指せ50年。あ、うん、お客様にね、うん、本当に愛されてるっていうのが伝わりますよね。いやいやいや、いやいや、楽しませていただいて、楽しませていただいてますよ。ここで育ってきたと言っても、わっこは過言ではないです。ああ、実際本当にそういつの日か必ず紅白出てね。紅白に出てもね、うん、ちゃんと順でね、うん、私は順で出せてもらったんですよって紅白の舞台で言うようにね。わかりました。その暁にはね、皆さんでだから予測がつかない世の中ですけれども、うん、未来を明るく考えて、うん、そう、一緒に紅白ね、うん、そうですよね。そう、それが一番、はい、と思います、うん、はい、では32回目のワッコライブ、まあ夏ぐらいにさせていただきたいとは思いますが、またちょっとね、どんな形になるかは分かりませんが、ワクワクと次回を楽しみにしていただければと思います。第1回第2回に分けてお届けしたことに多分なってると思うんですけれども、うん、また次回お目にかかりたいと思います。ワッコライブ、またよろしくお願いします。ご覧いただいてありがとうございました。ありがとう、またね、ありがとう。